You're listening to Shibuya Cross FM. はい、今日も始まりました鳥羽あけみのミラクルくるくる。はい、あら、今日ね、今日はですね、パーソナリティ、いつも一緒にラジオやっていただいてる鳥羽あけみさんがですね、なんとモンゴルに出張を、モンゴルへ、そう、すごいですね、しているので、うん、ちょっと今日は中継ということで、そうですね、はい、中継中継、今つないでおりますよ、はい、まあ、中継 ね、しながら、中継しながらね、やっていきましょう、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、あ、つながったかしら、つながってる感じですね、つながってるかな、おー、いや、すごい、お疲れ様です、イエイエイ、もう、あ、ちょっと電波の状態が、はい、途切れ途切れになっておりますが、はい、始まっております、鳥羽さん。はい、あれ、音声があんまり、ねえ、ねえ、聞こえませんが、ちょっと聞こえてない、ね、ちょっと手話な感じですか、こっちがね、手話、はい、わかりました、ちょっと待ってくださいっていうね、ちょっと待ってください、今合図が出てますからね、あ、はい、ねえ、今日はどうでした、今日は一日、まあ、このね、中継のラジオがになるということでですね、いろんな方から応援メッセージをいただいたりとかですね、いただいて、お、すごい、うん、はい、じゃあ大応援メッセージがいっぱい、まあ、いっぱいですよ、わあ、よかったですね、もうね、鋭いメッセージが来ますから、それは楽しみですね、はい、そうなんですよ、はい、今日はですね、ゲストにですね、いつも私がお世話になっている、社会貢献活動家の中谷義文さんに、ゲストでお越しいただきました、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、今日中継ということでですね、はい、ちょっとこう私一人ではなかなか自信がございませんので、はい、ラジオ慣れしている、はい、はい、中谷義文先生に来ていただきました、はい、今日楽しみにしてましたよ、はい、ありがとうございます、ゴールデンウィークでね、そうですよね、はい、そうですね、世の中ゴールデンウィーク、ゴールデンウィークということで、はい、もうちょっと中日をね、過ぎましたところで、今日はこのね、渋谷クロス FM の立花奈穂さんのね、はい、この回なんですよね、ありがとうございます、はい、もともとね、仲良し先生のおかげで、はい、こちらの渋谷クロス FM にご縁がございまして、はい、よかったです、はい、で、まあ、なんか私はあんまりこう意識してなかったんですけれども、なんと番組を毎月やらせていただくことになってしまって、ね、すごいことですよ、本当にびっくりですけど、よく考えたら、はい、私小学生の頃に放送部にちょっとだけいたことがあって、ラジオ DJ とか声でそのメディアに出てる人たちに憧れてたんですね、だからよく考えれば、あ、夢叶えてもらったと思って、本当だ、確かに、そうそうそう、すごい、やっぱりこれも引き寄せたかなと、引き寄せですね、もしかして今日はなんかその話、はい、そうそう、その話なんですよ、引き寄せの話ですね、引き寄せですよ、まあまあ私もね、引き寄せ、最近すごく引き寄せがあるなと思っていて、で、周りの人たちも引き寄せが最近なんかスピードが速くなってきたぞっていう声をよく聞くんですよ、スピードね、どんどん増してきますもんね、うん、そうそうそう、いやいいですね、だから、まあ、引き寄せをテーマにして、うん、引き寄せといえば、まあ、私の中では、仲良し先生がナンバーワンだと、いやー本当にね、ちょっとどんだけ引き寄せてんだっていう話ですけど、本当ですよ ね、なんか最近も引き寄せてませんでした、最近もね結構引き寄せてますね、ね、マイケル・ジョーダンのね、そうなんですよ、まあ、執筆のマイケル・ジョーダンの本をね、今執筆中なんですけども、ちょうどねこの渋谷にマイケル・ジョーダン直営の
お店ができまして、びっくり、すごいんですよこれまたね、うん、うん、日本初というか、まあ、初というか世界初の、はい、ショップなんですけども、はい、渋谷に、バスケットボールストリートっていうのがね、渋谷にありまして、ね、そこにできてまして、すごい、でなんとしかもこの4月7日からナイキの実話の話、うん、エアーのこの映画がね、うん、これが今出てるとこで、ちょっとマイケル・ジョーダンとこのナイキのね、私がちょっとご縁があった、ショップと映画がね、渋谷になんとできてますので、はい、すごい、すごい、もう執筆中にもうその想念がですね引き寄せちゃそう、そうそう、しかもねこの8月末から9月の頭に、うん、日本でね初めてワールドカップがバスケットがあるんです、うん、すごい、しかも沖縄でやるんですよね、すごい、すごいですよこれは、ね、うん、これ最初あの渋谷にショップができた時に私はあの中谷さんがなんかこう働きかけて呼んだのかなと思ったんですよね、うん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 、それとは全く関係ないですよね、そうなんです、でもね、あのできるとしたら渋谷にできるだろうなと思ってました、はい、やっぱりあのバスケットボールストリートっていう通りが渋谷の場合はねあるので、あのやはりバスケットのメッカというかですね、うんうんうん、で渋谷にあのプロチームもあるんですね、はい、バスケットの、うんうんうん、まあ、そういう面では渋谷はすごく、まあ、発信のねもう一番 IT 企業もね、うん、たくさんある場所ですから、そうですよ ね、 ね、はい、まあ、あ今明美さんがちゃんと、はい、あの中継がつながったみたいで、つながって、明美さんお疲れ様です、こんばんは、あ、声バッチリですね、バッチリですね、透き通ってます、ね、お待たせいたしました、はい、もう私はドキドキでしたよもう私もドキドキ、あの実は今モンゴルにおりまして、はい、モンゴルは本当に朝晩の渋滞がひどいんですね、例えば車で、10分15分のところなのに、うん、朝晩は1時間、うん、2時間かかってしまう時があるんです。へえ、ちょうど仕事現場に行って、このここに戻ってこないと、うん、ちょっとパソコンもないし、うん、Wi-Fi ちゃんと環境がないとつながらないので、うん、もう慌てて途中から雨の中走ってここまでやってまいりました。雨なんですね今日は。雨なんですね。はい、雨か、先ほどね降り始めて、今年初の雨。今年初。初、またすごい当ててますね、すごい乾燥してるんですよね、はあ、引き寄せてますね、引き寄せてますね、恵みの雨ですから、そうなんです、うん、恵みの雨、もうラッキーついている、うん、ついてますね雨といえばね、この水っていうことは財を ね、 そうです ね、 ね、風水では、風水では財を、水は財をあの象徴してますので、もう明美さんがモンゴルに財をもたらすやりましたよ、やりましたね万歳三唱で雨を降らせていただきました、そうです、すごいね、今年だって始まってもう5月ですよ、5月なのに初雨、すごい、すごいでしょ、うん、だから本当にあの乾燥している、うん、もうあの部屋の中もあっという間に洗濯物とか乾いちゃうんですよ、すごいな、あけみさん、ほこりっぽいですよ、だからあけみさん今いらっしゃるお部屋すごい素敵ですね、めぐみの雨、めぐみの雨、はい、あ、聞こえてるかな、あけみさんの今いらっしゃるお部屋がすごくあの美しいお部屋ですねって思ったんです、そうでしょう、ちょっとあの私の後ろにちょっと素敵なプリントしたあの、うん、お尻が見えまして、はい、お尻、あ、はいはい、ね、素敵じゃないですか、ね、まあ、風水的にもなんか風水的にも色が金に見えますよね、そうです ね、 ね、うん、金と黄色とグレーです ね、 ね、なんかスタイリッシュな、うん、個性のある空間です ね、 ね、うん、これは金と水と、あとはそう金と水が貴重な空間になっているので、やっぱりあのお金稼ぐぞ的な気持ちが現れてる感じがしますねそうそう、
うそう、あの木があるといいですね、木が、うん、緑色がちょっとあると、うん、木と火を補う感じになるので、さらにバランスが取れそうな雰囲気がありますね。わ、うん、かりました。はい、ちょっと何かあるといいかなって思います。はい、はい、ということで、あ、ちょっと中谷さんのご紹介をちょっとしたいなと思ってまして、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。中谷さんはですね、社会貢献活動家ということで、はい、活動をあの精力的にされておりますけれども、あのすごくですね、あの他にもスーパー実業家で、イエーイ、ね、いろんなあのビジネスを成功させていらっしゃって、まあ、これもですね、まあ、ご自身の実力とともに引き寄せ力も素晴らしく、イエーイ、ね、このあのちょっとご自身で、はい、あのちょっとあのそうですね、まあ、今ねちょっとマイケル・ジョーダンさんの話とか、まあ、今ナイキの話がありましたけども、もともとはね学校の先生やっておりました。そこからね本当にあのうちのクラスに難病の子がいまして、まあ、その子がね、病気で実は中学2年生で亡くなってしまったっていうのがね私の人生を変えてくれたんですけども、うん、まあ、そこから実は米国の方に、留学という形で出ていきました。まあ、それがねご縁で、いろんなビジネスに出会うんですけども、そこで、マイケル・ジョーダンさんからバスケットボールをしてもらって、その紹介でナイキの、エア、ね、マックスっていうのをね、ご縁がありました、ね、本当それは、まあ、実は今日ちょっと並べてる、まあ、本にもそのストーリーが書いてあるので、もしよかったらね興味ある人は読んでいただければ嬉しいんですけども、まあ、私が今やってるこの社会貢献活動っていうのはあの本当に社会が良くなる活動です。だからまあ皆さんが仕事やってるのも社会貢献になるんですけども、まあ、それプラスアルファで自分のやりたい活動をプラスアルファしていただくっていう形で、今一番力を入れてるのはランドセルを、児童施設の子どもたちとか、まあ、今シングルマザーの、ね、お母さん方大変な、ね、環境の中でやってるお客さんに、ランドセルを新品のランドセルを配っていってます。まあ、そういうあの活動で、今、コツコツと全国全世界へ、活動を、ね、広げていってるとこです。ありがとうございます。素晴らしい。もう本当に社会のために全力で動いている方って、はい、そんないないから私はびっくりしたんですよね、はい、最初にお会いした時にね。いえいえいえ、まだまだです。素晴らしい、はい、もう見習わせていただきます、はい、ということで、はい、でここで一曲挟みたいなと思います。はい、じゃあ、オリジナ、曲名がですねオリジナルカラーということで伊藤さくらさんの曲ですね。はい、お願いいたします。お、どんな色よりも輝く。
今ですねスタジオに、メッセージをいただきましたので、はい、ちょっとこちらを読み上げさせていただきます。はい、ありがとうございます。はい、こんばんは、マンツーマンイングリッシュ学科マリアです。マリア先生だ、マリア先生だ。あ中谷さんの国際ビジネス大学校の先生からですね、はい、マリア先生、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、おばあちゃんと一緒に見てます。おばあちゃん、どうも、おばあちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。一緒に見てると、はい、嬉しい。嬉しい。はい、鴨神社参拝ご一緒させていただいてから、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、おばあちゃんも私もエネルギー全開ですと。全開全開。おー。なほさんの風水アドバイスをいただいて、さらにぶっ飛びたいと思います。おー。はい、ありがとうございます。ぜひぜひ。はい、人生レベルアップのために何か風水のアドバイスあれば教えてください。ハグハグということで、わありがとうございます。ハグ大使ですからね、マリアさん。ハグ大使から、ありがとうございます。おばあちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、風水で、人生のレベルアップのために風水でアドバイスがあればということですね。やっぱりですね、人生のレベルアップって自分しかできないことだと思うし、自分の、しかできないオリジナルのことをどんどん伸ばしていくっていうことですから、マリアさん今その通りの状況に入っていってると思うの で、 です、ね、素晴らしいですよね。マリアさんがよく着てらっしゃるお着物とか、すごく波動が高いんですよね。確かに、自分が気に入ってるものを着たり、自分が好きなものを身の回りに置く、で好きじゃないものは置かない、これがですね大事です。自分のパワーを上げていくのにということで、その勢いでですね、マリアさんどんどんレベルアップをさらにさらにお願いいたします。ね、テッドトークでも ね、 大活躍されて ね、 すごいですね、発信されましたよね。はい、素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、ちょっとですね、まあ、マリアさんもすごく引き寄せをされている方だと思うんですけれども、はい、私の得意分野というか、この番組のテーマですね、風水で、ちょっとこの引き寄せについてですね、少し軽く解説をしたいと思いますので、はい、風水のバグアマップというものを見ていただければと思います。ちょっと画像で出しますので、はい、はい、これがですね、伝統風水の八卦版をイラスト、内容を分かりやすいようにイラストにして、その、要素ですね、象徴しているものを、まあ、描いているというマップです。これをですね、これがこの、財とか健康運とか、あとは愛の運とかですね、仕事運とか、そういったものが各エリアに、舞い降りてきているということで、これを皆さんそれぞれの住まわれているお部屋とか、お仕事されている空間とか、まあ、そういったところに当てはめると、まあ、その運がここに舞い降りてきてるぞっていうのが分かるわけですね。うん、でちょっと次のスライドを見ていただきたいんですけれども、はい、はい、そうなんですよ。ちょっとこれは一般のお宅の、図面というか間取り図ですね。うん、うん、こういう図面を見ながら皆さんお家選びをすると思うんですけれども、これを先ほどのバグアマップ当てはめてみると、次のスライドのようになります。はい、ちょっとね、さっき一緒に合わせるんですか、図面と。さっきのやつと図面の、そうですね、合わせるんですよ。はい、そうするとこのように運が舞い降りてきてるぞというのが分かるわけです。でこれは玄関を起点にしてさっきのバグアマップを当てはめているんですね。そうするとここのお部屋の、右の下の部分の援助旅って書いてあるところ、こちらがちょっと間取りから欠けてるんですよね。ということはここのお家の住人さんたちは援助とか旅、まあ、遠方からの運とか、まあ、神様とか宇宙とか、そういうここではないどこかからのエネルギーが
入ってきづらいという状態になります。でここが充実しているお家っていうのは困ったなって時にそれ僕が何とかしますよみたいなスペシャリストが現れたりとか、はい、ものすごいタイミングでいい運が舞い降りてくるわけですね、はい、これは結構引き寄せに関連している場所です。はい、ということで、でちょっと次のスライドを見ていただきたいんですけれども、はい、次のスライドは共時性のエリア、さっきの援助と旅っていうところを共時性のエリアとも呼んだりするんですが、玄関ちょっとこう玄関のマークというかありますよね、うん、ここを起点にしてバグワマップを下に置くんですけれども、はい、神って書いてある、私神エリアって呼んでるんですけど、神エリアはこの位置になりますね。で神エリアが玄関と重なるときはその人はものすごく神様とか宇宙からの援助がすごく強い人たちって傾向がありますね。なのでものすごい運がいい人が結構いるんですよね、はい、というで今日パーソナリティのあけみさんもここのエリア強いんですよ、はい、ご自宅拝見させていただいた時にその共時性のエリアがすごくその通りの色を使っていて、うん、アレンジもバッチリでしたから本当に守られているというか、うん、いい運をお持ちなんだなっていうのがありました。おめでとうございます。すごいはい、ということでちょっとね引き寄せのエリアに引き寄せについて風水でちょっと解説をね軽くさせていただきました。はい、ということでちょっとね事前に来てるメッセージを読んでいただこうかなと思いますが、あけみさんにお願いしようかなと思います。はい、はい、それでは今夜はですね今のところ4通もいただいてますので、すごい、ありがとうございます。はい、お届けいたします。皆さんこんばんは。こんばんは。引き寄せはすごく興味のあるテーマなので、うん、今日も楽しみにしていました。よく引き寄せにはイメージをすると現実を引き寄せると言いますが、イメージをするとき頭のどこかで、でも現実になるなんてありえないよねとか、どうせイメージしても無理でしょうと思ってしまい、本気でイメージすることができません。だから私には引き寄せが起きないものだと思っています。どうしたら本気でイメージができるのかお伺いしたいです。マイさんからメッセージ頂戴してます。マイさん、はい、スタジオお返しします。ありがとうございます。はい、引き寄せを、ね、するのにイメージングが大事だけど、そのイメージングができないと、はい、どうせイメージしてもって思っちゃうって、これどうですか。これやっぱりね、やっぱりみんなそう思うんですよね。イメージしても実際は無理なんじゃないかというふうにやっぱり思いがちですよね。私も同じように思っていた時期があったんですけど、これをね実際にイメージだけで終わらせずに実際に本当に、やりたいこととかね、例えば欲しいものが何かあったとしたら、そのものを手に入れるためには本当に実際にその場に行ったりとか、例えばじゃあ、住みたい家とかね、そういう住みたい家に行って実際にその家の空気感をね、実際自分が匂うったらおかしいけどそのやっぱり匂いが嗅げるぐらいイメージがもしついたら実際にその家に住めると、私の中では思えるようになってきてて、やっぱでもその現地に行った時点で、あ、こういう家に住みたい、で例えば展示場でもいいと思うんですよ。住宅展示場に行って自分が行きたい住みたいような家があったら、まあ、その家を本当に自分が行って、で、まあ、例えばじゃあ借りるのもいいでしょうし、買うってなるとまたね、またその勇気もいると思うんですけども、そういうふうにこう実際に行って自分が体感して
じゃあそれを何月何日何時、ま、何時までに手にしてしまうかっていうことを逆算でね、考えていくと、実際に、手に入れると私の中では経験としてはありますね。でもその行動してないんですよね。なるほど。いやすごい、やっぱり引き寄せの達人は違いますね、やっぱり現地行かないと。現地行かないと、私もそうですね。やっぱり実際に今自分が住んでる場所とか普段の行動エリアから離れますね。離れて自分の気持ちいい場所で旅によく行くのはそれもありますね。一人で行って、それで自分の世界観とは違う場所で夢を思い描くと、すごくなんかそれが現実化することがたまにありますね。いいですね。そうそうそう。であとはやっぱりちょっとこう言うようにねした方がいいですよね。発信した方がいい。発信した方がいいです、心の中で思っててもですね。そう、発信して、やっぱ言霊ですからね。やっぱ言葉にして発信すると、やっぱり誰かがねちゃんと聞いてくれてたりとか、そうですよね、助けてくれたりとか、さっきの助言じゃないですけどね、助ける人が出てきたりするわけですよね。そうですね。私もそれはすごく思います。やっぱり困ってる時に困った言ってると助けてくれるんですよね。まあそれを引き寄せと思ってしまっておりますけれどもね、本当おかげさまでございます。はい、ありがとうございます。はい、というお答えです。まえさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、2問目。はいはい、なほさん、中谷さん、いつもお二人のパワフルなご活躍に励まされています。自分の中にある思いを人に伝えても反対されたり馬鹿にされたりすることがあると思いますが、お二人はきっとそういうことを超えてこられたのかなと思っています。人の意見に流されず自分の意思を貫くコツなどはありますか。レインボーアイランドさんからいただいております。はい、スタジオだと。ありがとうございます。レインボーアイランドさん、私は誰だか分かります。はい、自分の中にある思いを人に伝えても反対されたりバカにされたりすることがあると、そういうことを乗り越えてこられたかなと思いますが、その意思をつなぐコツってありますかということですか。そうよね、やっぱりこう誰だって何かやろうと思った時に、やっぱりこう特に、近い人は、もちろん賛成する人もいるんですけど、ものすごい強烈に反対する人も出てくるんですよね。もうで逆に言うこと聞かなかったらもう馬鹿にされたりとかねする人がいっぱいいます。でだから全員が全員もちろん賛成する人って世の中にいないので、もう本当に262じゃないですけども、賛成する人、反対する人、またねどうでもいい人っていう形であると思うんですけども、だからまあそれも自分が試されてると思っていただければいいのかなと。試されてて本当に自分がやりたいことなのかっていうのを逆に反対の意見があればあるほど確かめれて、本当に自分がやりたいのかどうか、志がそこまでちゃんと持ってるのかどうかを確かめていけば、意思がねどん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 固く、貫けるんじゃないかなと思うんですよね。そうですね、やっぱり反対って何か始めようとするとやめといた方がいいんじゃないのとか、まあそういういわゆるドリームキラーも現れるわけですけれども、私もそういうことありますけど、なんかあんまり気にならないですね。本当にやりたいことが出てきた時って何言ってんのぐらいな感じで聞き流してしまいます。まあでもそういうのもねすごい大事ですけど、まあ意見も、まあ、その逆に、一旦受け取って、それは全面的にね跳ねのけるっていうよりも、受け取ってあこういう考え方とかこういう意見もあるんだなっていうことを自分のね、発想のないものもね、取り入れて、その中で自分でもちゃんと本当にやりたいことをちゃんとね、裏付けもちゃんとつけながらやっていくと、周りがだん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 と
賛成になってくるような気がしますね。あ、なるほどですね、うん、やっぱりそうですね、あの違う意見もちゃんと聞き入れて、そこにすごいいいアイディアがあったりも、そうなんですよ、しますしね。でね、またね、これ年数もいります、うん、私今ランドセルの活動ね、もう約30年やってるんですけど、うん、やっぱ最初の頃は、うん、ものすごい何のためやるのと、うん、そんなやっても意味がないじゃんとかいろいろ言われましたよね、うん、でもだんだんやっぱ長くやってくると、うん、そういう方もまだやってるんだすごいねって、うん、でじゃあなんか私が協力できることないっていうふうにだんだん反対の人が逆に今すごい強い賛成者になってるとあっていうのもあるので、やっぱり時間も必要なのかなと、うん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 、思いますね。だから一時的にパッとやってパッとやめるっていうのもあると思うんですけど、やっぱりそれだけ、長い時間をかけてやり抜いてきたっていうところで、うん、だん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 と認められるようになってくるように思いますね。いや、そこもなんかバランス感覚ですよね。パッとやってパッとやめるのがいい場合とずっと継続する方がいい場合があったりするから、うん、ここはねその人の判断と、ね、またね、自分の人生観によりますので、うんうんうん、ぜひ、ね、ね、あの、はい、まあ、でも意思を貫くコツですからね。ですね、うん、まあ、コツはでもね、僕はねずっと周年行事ってやってるんですよ、まあ、例えば1周年とかね、よくなんでも、うん、まあ5周年とかね、うん、あの明美さんもずっとね多分このね渋谷 FM 一番長くやってらっしゃると思うんですけど、結構貫いてね、多分他の人は辞めても、うん、何か貫く意思があるんですよねだからこれもやっぱり長くやってるとやっぱさすがだねって、あの、うん、もうある意味あのもう一番の長い功労者になってくるんで、今度は辞めないでなんで辞めるのって言われるようになりますから辞めたくても辞めれなくなっちゃ う本当はもうあの辞めたくてもいやもうねやらないといけない私になってるでも逆に応援する人がどんどん増えてくるから、逆に楽しくなったりとか、うんうんうん、まあ、心地よくなったりとかね、うん、していきますし、協力者もねやっぱり集まってきます。やっぱり長いこと頑張ってやると、うんうん、やはりそこまでこの人を貫いてきたんだなっていうことで、うんうん、本当にあの賛同者がね、うんうん、あの増えてきますね、うんうんうん、で特に反対した人ほどごめんねって、うん、っていうふうに変わってくる可能性があるので、ぜひそういう時は動画かなんか撮っておいてくださいさすがです、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい、はい、まだまだあります。まだ行ってもいいですか。あ、じゃあここで1曲挟みましょうか。はい、はい、じゃあひろみさんで憧れのサイダー。
ちょっと今あのスタジオの外であの写真撮ってくれてる 外人の方々がいたので、はいはい、ということであのまだまだ、メッセージ続きますので引き続きお願いします。あけみさんお願いします。はい、それではパート3いきます。はい、こちらはドリームさんからなんですけれども、ちょっとお悩み相談ですね。お悩み相談、はい、ナムさんのブログ見てますよ。ありがとうございます。自分も少し風水を意識するようになりました。はい、行政寺からは お花に蜂や蝶が止まるように美しい人に引き寄せが起きるような気がしています。美人と不細工が並んだら明らかに美人の方がお得ですし、はい、ナオさんはいつも綺麗な美人さんナオさんはいつも綺麗な美人さんだし優しいし頭もいいし頭もいいし、うんうん、ありがとうございます。だからね、周りがほっとくはずがありませんよ。はい、だから PS 力も素晴らしいのではないでしょうか。うん、さて自分は不細工だから引き寄せ力を上げるのは至難の業だと思います。はい、引き寄せのためにダイエットしたりエステ行ったりした方がいいでしょうか。私でも引き寄せができるようになるかアドバイスいただければと思います。はい、ドリームさんのドリームさんです、はい、お願いします。はい、メッセージありがとうございます。ねえ、ありがとうございます。なんかすごい恥ずかしいです。私褒められると恥ずかしくなっちゃうんでですね、引き寄せは美人さんだから引き寄せるかって言ったらそうではないですよね。まあ、あの美人さんのが確かにあの、まあ、ちょっと引き寄せ力が強いかもしれないけど、だから美人だから、あの引き寄せが強いとはまた違うと思うんですよね。そうですね、うん、私あのちなみに20代の頃めっちゃブサイクでした、はい、でもやっぱりそうですね、その時はあの内面が自信がなくって自分にできることがなかったので、なので輝きがなかったんですよね自分に。うん、だから自信がなくてこう下向いてシュンとしてるとやっぱり美人の要素があったとしても、まあ、不細工に見えちゃうから、あ、うん、やっぱり自分自身の内側が引き寄せを起こすと思うんですよね。うん、ちなみに私あのダイエットもしないし、まあ、ちょっと食は細いのであの、まあ、ちょっと細いですけど、うん、逆にちょっと体重増やしたいぐらいなんですけどね、うん、エステも行ったことないですね。うん、そうで化粧品もそんないいの使ってないです、高級なのは。だからやっぱり内側を磨くっていうことがやっぱり美人さんになるにはポイントなんじゃないかなって思いますね。うん、まあ、私自分自身であんまり美人だと思ってないんですけど、最近言っていただけるので内側の輝きが出てるんだと思ってます。うん、その内側とはどういったものなんですか。内側っていうのはどういったものか、やっぱりあの魂ですかね。あ、魂ね、魂で磨いてるからね。そうそうそう磨いてるからね磨いてるとこ 見てるような言い方ですけど、はい、まあなんかあの自分のやりたいことを思い切りやっていて好きなことをやってると楽しくなってくるので、例えばあのやりたくない仕事だけどあの生きていくためにお金稼ぐために8時間ここで座ってやってなきゃいけない、だから嫌だなとかって思いながら8時間を毎日毎日やってたら、うん、あそっか、しょんぼりしてきてしまうけど、そうだよね。私あの風水の質問とか、まあ、私しか答えられないであろう質問を答えていってお客さんが喜んでる時ってめちゃくちゃ楽しいんですよね。だから8時間なんてあっという間に過ぎちゃうので、なるほど、うん、なんかそういうところがこう自分が喜んでるんですよね。うん、それが きっと大事かなと思います。でそういう自分があなんかちょっと困ったなとかあれがやりたいなとかこうなりたいなとかって思ってると、うん、やっぱりそれが現実化しやすいし、うん、なんせ私こういいと思ったことは話しちゃうんですよ。
何でもあんまりよく考えずにそうするといいことが起こってくるっていうのはやっぱりあの出すってこと大事ですね。出すやっぱり ね発信する ね、やっぱ内面からやっぱりね出すんですね。やっぱりね出す自分が思ってることをね持っていくっていうことを、うん、と思いますけどね。だからあの養子のことを考えるよりも自分が本当にやりたいこととか好きなこととかに一生懸命なる、まあ、それは最初は自分のためでいいと思うんですよね。で自分のためにやってで自分が充足してきた時に、仲良し先生のように社会のためにって思うともっと社会が喜ぶようになるので、うん、もっと自分があの充実してくるっていうそういう好循環が来るんじゃないかなって思ってで引き寄せがどんどん来るっていうのが起こると思います。ですよね。自分はブサイクだからってちょっと言われてるんですけど、うん、あの絶対あのブサイクじゃないです、うん、でこれあのよくブスっていう言葉があるじゃないですか、うん、これねあのどういう意味かって言ったら昔ね、いや槍でその槍の先端に毒を塗ってたんですよ、うん、それで相手にブスッとこう刺すじゃないですか、うん、刺した時にブスッと刺すじゃん、うん、その刺した時の顔の表情がブスっていう、うん、そういうことなんで、そういうことなんですよ。それでブスっていうのができてるんで、だから刺さった時の瞬間の顔になっちゃダメなんですよ。だからいつも私は笑顔で楽しくもう本当にケラケラ笑いながらやってると、うんうんうん、絶対あのブスにはなりませんので、うんうんうん、笑うのがいいんじゃないですか笑顔と、そうですよ ね。だから私も嫌なこといっぱいあっても例えば鏡見ながらね、うん、ニコニコ体操をいつもこうしてるんですけど、うん、やっぱりニコニコしてると楽しくなってくるし、うんうん、悩みがね本当にだんだんなくなってくるんじゃないかなと思います。仲良し先生でも嫌なことがあるんですね。嫌なことはねもちろんねあの人間ですから、うん、いろいろこうねあ嫌だなって思うことはありますよ。でもそれも相手が、まあ、合ってることなんですけども、うんうんうん、それも受け入れてね、うんうんうん、受け入れて、自分でちゃんと消化できるようにね、うん、早くピュッとこう立ち上がれるようにね嫌なことも、うん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 、切り替えができるようなトレーニングをするとすごくいいですよね。切り替えが早いんですね。切り替えを早くできるようになってくるとなんか悩み時間がね少なくなるような気がしますね。素晴らしい、ありがとうございます。はい、ブサイクはブスッとした時の表情そうなんですよ。痛いっていう表情、そうなんですよ痛い、もう刺さった瞬間の毒が体中に回った顔ですそれはちょっとブサイク、毒が体に回ってきてその表情がブスっていうことなんですよ。それは結構悲惨な状況ですね。そうかなり 毒ですから。あ、はい、はい、行きましょう、はい、うん、次の質問ですね、メッセージですね、はい、はい、じゃあ最後ね、はい、パンポーです、皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。カリさんの細やかなお心遣いにいつも感謝しています。本当に長いお付き合いですがさらなる大躍進を心からお祈りいたします。カズさんからメッセージいただいてます。カズさんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。カニさんの大ファンですね。ありがとうございます。本当に嬉しいですね。でも ねえ、はい、長いお付き合いを、ね、していただいてますけども、はい、まあでもそんなに私はね細やかまでは言ってないんですけども、でもなるべくね返信はなるべく、まあ、タイムラグあるんですけど打ち合わせがあったりとかねセミナー出たりとか、でもなるべく早めにあんまり置かずにしたいなって心がけてます。うん、うん、だからこうなんかね、遅いとだから自分でもなんかねちょっと嫌な感じがするので、なるべく早めにね、うん、日程とか予定とかもねしたいなっていうふうにこう思ってますよ、あけみさん。なっちゃいました。あ、早い。早い。早い。本当だ。早いですね。じゃあここであれですね。うん、中谷さんの次のイベントのお知らせを、イベントの案内をしていただける、はい、ありがとうございます。はい、次回ね、そうなんですよ。これね、ダブルヘッダーで昼と夜があってですね、
昼は実はスポーツ医学博士の、うん、これ5月13日なんですけども、12時から、地面寺淳子先生っていうスポーツ医学博士の先生で、これ本もいっぱい出されてる先生なんですけども、こちらにもね一回来たことありますけども、先生来られます。で先生はそのまま夜も実はゲストで残ってもらうんですけど、うん、夜は実はですね、石原誠さんっていうね、この度本を、一杯のね、そばをね、本を出されましたので、本の出版と実は、まあ、選挙で当選されたのでダブルでお祝いをしようということで、夜6時半から同じホテルニューオータニの、ガーデンコートの方でやります。できたらね、ダブルヘッダーですけども、どちらかもしくは両方ね来てお祝いをしていただいたらと思います。でスペシャルゲストで地面寺先生の方に、お話を少しさせていただこうかなというふうに思っております。はい、すごいですね。2日連続じゃなくて、はい、昼夜連続なんですね。そうなんです。昼と夜で、あの野球の、ね、試合じゃないですけど、昼と夜でね、ダブルヘッダーっていうね、ことになりまして、初めてですけどね、なかなかないと思いますけども、でもお祝い事ってタイミングずらすとなかなかお祝いじゃなくなるので、いいタイミングでお祝いしないとですね、お祝いじゃなくなるので、これはやろうってことになりまして、お祝いをします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、もうあっという間に終わってしまいますね。はい、本当ですね。本当早いね。あけみさんもありがとうございます。ありがとうございます。よく聞こえなかった。はい、じゃあ次は6月何日だろう、あ、曜日は分かんなかったけど6月ですね、次回は、ね、次回は、はい、また次はあけみさんスタジオでまたね、ですよね。ありがとうございます。もう今日私ドキドキだったんですよ、本当。ただでさえドキドキだったのに私もパーソナリティできるとかって思いました今。はい、では今日はこれで、はい、また来月皆さん見てくださいね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。またよろしくお願いします。またお願いします。どうも。